照英 TV プレゼント企画、肩、肘痛の予防、軽減、ブレイスレボ投球サポーターを5名様にプレゼント。投球時の内旋、海内の動きに注目。サイズは当選後に選ぶことができます。詳しくは詳細動画をご覧ください。はい、どうも、りょうへいです。よろしくお願いいたします。はい、ということで本日はね、6月24日撮影日でございます。暑いです。本当に、ジメジメしてます。まだね、ザッ梅っていった感じで、暑いし、ジメジメしてるし、もーんっていうような感じの気温なんですけれども、僕今ね、アンダーシャツですよね、格好が。ということで、まあ、これから夏です。多分公開日はすでにもう4月とか8月になってると思います。夏向けアンダーシャツっていうのを、まあ、去年も紹介しました。けれども、まあ、増えたりとかもね、したし、おさらいっていう点も含めて、まあ、今年これおすすめだよっていうとか、まあ、おすすめ変わんないですけどね。僕は今年着ていこうかなっていうアンダーシャツ、紹介していこうと思います。はい、まずは、もうね、着てますね。アクティブームさん、いつも本当にありがとうございます。これ S サイズなんですよね。袖のところがね、短くてフィットしてる。リラックスフィット系。で、こっちはもう完璧にリラックス系。生地も伸びますと。いつも言うけど、本当に軽いです。なので、肩周りとかもね、肩動かしても全然突っかかりとか、まあ、太ったとはいえ、ちっちゃくなっちゃったかなとはいえ、全然動かせるので、これはね、すごいおすすめのアンダーシャツです。ここも短いので、今流行りのユニフォームって長い6分袖、5分袖とか長めのユニフォームって流行ってはいますけれども、もちろんまだね、このぐらいの袖のユニフォームを着ているチームももちろんあると思います。だから最近はね、高校生なんかはパツパツのユニフォームわざと着たりとかっていうのもあったりとかするので、ユニフォームからね、アンダーシャツ絶対出ないですよね。そういったところの設計もしっかりとされているので、これはもうね、僕の中ではロングセラー商品と言ったらいいのかな。もうこれすごいおすすめです。高校生も一応カモ柄ではあるんですけれども、まあメーカーロゴがね、出なければ、ユニフォームから透けなければ着れるので、まあ、そういったところもちょっとちゃんと確認しながら着ていただければと思います。はい、まず1個目、アクティブームの半袖アンダーシャツでした。次行きまーす。はい、来ましたー。こちらもね、去年紹介しました、アクティブームノースリーブのアンダーシャツです。マジで涼しい、本当に風入ってくる、最高っていうのがね、今ので伝わったから、この長い文章。息継ぎせずに行って。S サイズのアンダーシャツで、タンクトップじゃないんでね、ここの隙間、広いですけど、ここの隙間がタンクトップではないので、ここがね、邪魔になるっていう、ブカブカすぎるっていう、なんかね、この辺に感覚があるっていうわけではないので、これもすごい着やすいなと、着てる時の設計しっかりしちゃうなっていうのは感じますね。これ袖がないので、リラックスフィットの部分は正直ないです。全部、ダボッとしたような感じなんですけれども、でもね、ダボッとしたって言っても、まあ、収縮性すごいいいから、どちらかというと、見た目的にはぴったり見えるのかな。着てみたらめちゃくちゃリラックスっていうような感じです。だから見た目的には設計的にもスッとなってるけれども、着た感じのストレスがないからふわっとしてるような感じのアンダーシャツです。で、生地もサラサラだしね。僕はもう5月の時点で暑い日はこれ着てましたね。アクティブームさんは本当にね、手放せない存在になっちゃいましたね。もうずっと着てます。1年中着てます。まあ夏だからおすすめっていうよりかは1年中おすすめのアンダーシャツなんですけど、結局、袖の部分に関しては、まあ、半袖同様、ないので、100% 出ることはないです。首もね、締め付けが本当に少ないので、そこもストレス感じなく、野球ができるのかなと思います。で、このタイプに、この前紹介しましたハイネックもあるので、まあ、ハイネックでね、首の日焼けを避けたい人、なんかはすごいおすすめかなと思っています。むしろね、日焼けしたいって人もいると思うんですよ。半袖野球部焼けが嫌だ。っていう方なんかは、こういうの着ちゃってアップして、日焼け、ね、均等にするなんていうこともできます。正直僕はやっています。アップノースリーブなんでね。で、そのままユニフォームパサッと着ちゃって。まあ、試合中はどうしてもね、ここの部分出せないんで仕方ないんですけども、そういう着方も、アップとして着ることも全然できるのかなっていうふうに思っています。おしゃれ感がすごい。本当にさっきの半袖も含めてなんですけども、この鴨柄がね、グラフィックデザインがね、おしゃれに野球をしたい。そして、機能面もつけてほしい。わがままを全部詰め込んだのがアクティブームさんです。これもね、すごいおすすめのアンダーシャツなので、この夏も引き続き、チェックしてみてください。はい、じゃあ次のアンダーシャツいきます。はい、来ました。続いては、オンヨネのアンダーシャツです。このね、アンダーシャツの特徴は、まあ、柔らかいですよ。アクティブームさんと比べると、ちょっとピチッとした、凝縮された生地かなっていうような感じがします。でもこれ、ハイグレーターだったかな？ヒルエアコン、って言われている素材というか、歌われている商品なんですよね。なので、生地自体、もう、まあ、裏側はね、すごいサラサラですし、僕はアクティブームさんに出会うまでは、もう高校時代はずっとオンヨネでした。っていうのも、ちょっとね、引っかかりは硬い生地っていうんで、あることは、まあ、ありますよ。ちょっと肌触り感って言ったらいいのかな？着てる感っていうのはあるんですけれども、まず軽い。着て
ける感はあるけど軽いっていうのと、細かい、メッシュ生地の、アンダーシャツなので通気性もすごいいいです。エアコンって言ってるので汗を吸収して、接触冷感ではないんですけれども、まあ、接触冷感タイプも出てるしっていうのところで、僕はもうこれはね高校時代からオンヨネは愛用しております。ちょっとね高いんすよね、オンヨネって。なんで僕は社会人になってから、これと長袖の1着と、あ、2着か、長袖2着持ってるのか。で、その2着、合計3着か、買ってはいるんですけれども、まぁ、ちょっとね、買うとき少々、オードやっぱ高いなぁと思いながら。まぁ、それなりのね、やっぱ昨日、オンヨネって言ったら、山本由伸投手だったりとか、甲斐拓也選手だったりとか、OB で言ったら、金本元監督、とか、も来てましたので、一流プロ野球選手たちが来てたので、ちょっとね、僕も高校の時から気になってて買ってみたって。で、そしたら、高校の時はもうずっと本当に良かったので、着続けているといったような感じです。オンヨネのね、この半袖の特徴なんですよね、これ。さっき言った通り、ショートスリーブ、二分袖って言われてるやつで、アクティブウェブさん同様、アンダーシャツのね、袖が出ないので、まあいいなと思って、僕は高校の時に、この二分袖っていう存在が、確かね、あとザナックスさんぐらいしかなかったのかな。で、まあ肩テーピング巻いてたりとかっていうのもあったので、まあ高校の時から肩痛かったんでね。そういう時に、まあ、ノースリーブじゃなっていうところで、高校の時は、まあこれのハイネックバージョン。ハイネックっつも高すぎないんですよね。普通のハイネックよりちょっと短めなタイプのハイネックのアンダーシャツを着てみました。これは確実に高校生も、使えるアンダーシャツですし、機能性もね、十分なハイアンダーシャツではありますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ最後のアンダーシャツいきましょう。はい、来ました。最後はノースリーブです。空撃のアンダーシャツです。2年前にこんなサムネでタンクトップのやつ出したはずなんですよ。翔平さんにも誕生日プレゼントであげました。ただこれちょっとタイプが違います。ちゃんとローネックで首が独立しているタイプのアンダーシャツ、普通のノースリーブの空撃のアンダーシャツになります。空撃の特徴って言ったらやっぱこのね、通気性ですよね。見えるかな、うまく。うん、メッシュの穴がめちゃくちゃでかいんで、すっごい風が入ってくるんですよ。まあ、なので空気の循環っていう点で一番優れているんじゃないかなといったような、アンダーシャツです。超真夏だから大宮憲法とかで35度6度とか普通に8月あります。そういった時は、まあね、どうしてもアンダーシャツの買いが足りなくなったり、まあ、ダブルヘッダーでやったりとかしたらね、足りなくなってきちゃうので、そういう時にもう汗吸い取れないよって、こんだけ汗出ちゃったら無理だよって時にも通気性一本に絞って僕はこのアンダーシャツを着ています。今年はまだ着てないかな、一回来たかな。まあでもそれくらいかな。風が吹いている日はめちゃくちゃ気持ちいいっす、これ。メッシュの部分が多いので汗を吸うっていう点では、前に紹介したアクティブウェブさん、オンヨネさんと比べるとちょっとやっぱり劣りはします。それでもまあ吸うことは吸いますし、通気性の良さで全部入れ替えをしてくれるので、僕はもうやばい、汗かきすぎた、何着ても全部絞り出せるってなっちゃったら、もうそっち100シフトしちゃって、これをとこの前以前紹介したタンクトップバージョンの方を、着るようにしようかなというふうに思っています。去年はそういう運用で、来ておりました。今ね、いろいろ紹介しました。アクティブウェブさん2種、オンヨネさんで、これね、空撃、空撃に関しては僕はタグトップ持っていたりとかするので、だいたい夏はもうこの5個で乗り切っていければなぁなんていう風にも思っています。去年から、紹介したザラックスさんの接触冷感ももちろんまだ持ってはいるので、まあ、そういったのも含めてね、この夏、暑い夏、熱中症とかもね、毎年どんどん多くなってきてます。この前も、大宮憲法救急車が来てました。そういったような感じで体を壊しちゃ意味ないですからね。楽しい野球が、きつくなってしまう。もちろん水分補給とか、野球やってない時は日陰に入るとか、そういったところももちろんね、根本的なところで必要です。こういったね、夏に特化したアンダーシャツウェアっていうものを着てて、少しでもね、熱中症のリスクを下げていくっていうのももちろん必要だと思いますので、去年紹介したものをプラス、今年はまたねオンヨネだったんで結局変わらずじまいかなって言ったところではありますが、後期のアンダーシャツとか対夏アンダーシャツみたいなのを皆さんもぜひぜひ、購入してみてはいかがでしょうか。まあね、夏はアンダーシャツ何枚あっても全然大丈夫ですし、ダブルヘッダーも増えてくると思いますので、多くのアンダーシャツ持っていて、いいんじゃないかなと思っております。皆さんのおすすめのアンダーシャツがあったらちょっとね、僕も着てみようかなと思いますので、ぜひコメント欄で教えてください。はい、ということで本日はアンダーシャツの着比べというか、今年のアンダーシャツこれ着てこうかな、夏これで頑張ろうかなっていったような感じで、紹介させていただきました。この動画いいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあっしゃー、そうシチョウヘイ TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。
Thank you.